どうもボシマックスです。お願いします。ボシマックス対戦した中でエゴかった選手ベスト3。はい、ということでね、我々野球コンビじゃないですか、ね、慶応大学出身の、はい、そうそうとある野球選手と、ね、うん、対戦してきたわけじゃないですか。やってきましたね、うん、まあ、平気でプロ野球選手になった人たちいっぱいいるじゃないですか。平気でね、平気で悪いことみたいに言ってるけど、なんとかみたいな感じじゃなくて、もう平気で行った人とか、まあ、当たり前のようにな行った人とかいっぱいいるじゃないですか。はいはいはい、そういった選手と我々やってきたなって、なんか今になって実感するじゃないですか。まあ、確かに今でも活躍してるって、ジャパン選ばれてる、ね、そうそうそう、うん、なんかあいつ抑えたけどなみたいな、はいはい、やつがめっちゃプロで打ってたりするお、みたいなことのを経験した我々だからこそ選べる、対戦した人の中で一番良かった選手、おベスト3と3人か3人選んで来ました。正直来ました、うん、かなり、先行熟考に熟考ですね、うん、時間かけました。おお、今日ちょっと発表させていただきたいと、いや、よろしくお願いします。思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツゴー。第3位、森山選手。元日本ハムファイターズ、はいはい、森山選手なんですけど、うん、いつ対戦したかっていうと、うん、大学時代に専修大学出身なんですよ。4年夏に伊豆のキャンプに行って、うん、で、キャンプ終わり、その東京帰るまでの間に、うん、この専修大学に行ってオープン戦があって、はいはいはい、で、そこで僕は森山選手と対戦したんですよ。で、夏のキャンプの終わってすぐに秋のリーグ戦が始まるんで、そうだね、このオープン戦で自分の結果を出さないと、なるほど、使ってもらえないという状況の中、試合よね、うん、体クソでかいっす、うん、かなりでかいっす、もう本当に185センチ、うん、200キロぐらいっすよ、多分俺の感覚でかいじゃん。もうだけど筋肉では200は無理、もうでっかこの人と思って、はい、で、対戦しました。その時スプリットがめっちゃ得意で、うん、もうスプリットとストレートで抑えていくっていうスタイルですか、はい、同い年？同い年、同い年、2歳で追い込んで、追い込んで得意でもスプリット、うん、もう低め決まった、うん、と思ったら、ズワーってライトにピューッて、とてつもないで行くの、こうあれか、もう最近投手、最近のね、もう完全にここ決まったら空振りするだろう、あるよね、あるよ、もうそれをもう昨日の時点でこれ三振だろみたいなボールある、それしかカーチャーキューって、はい、終わった、はい、メンバー選ばれない、これこれ秋のリーグ戦メンバー選ばれない、最悪、終わったと思ったら、めっちゃ分かるわ、その日、うん、鬼の強風だった、鬼の強風で、選手のグラウンドってなんか山の方にある、風がすんごい吹いてて、絶対ホームラン、はい、初動がね、初動が終わったと思ったら、うん、風でギュー戻ってきてライトぐらい、でもそれでもフェンスとこの辺、あ、なるほどね、アップデートって、うん、で、2打席目、また追い込むには止める、なるほどね、またベストボール行ったの、俺のスプリットスプリットバーンッ、そうだよね、そう、これで抑えると思って、うん、やったーって忘れられてるし、また行った、それ次、左中間、キャーッ、はい、終わった、どうしようもないよ、左中間2打席連続行った、外野手を追えないでしょ、そう、うん、戻ってくる、次ほら、うん、こう吹いてるから、左中間だけがこうレフト側に入ってこうやったから、なるほどね、で、また後ろもちゃんといいとこ行って、またこの辺でフェンスパッて振って一応2打席連続で抑えた抑えた、ただ強風がなかったら確実に上外、まあ、2打席連続上外、自分の自信のあるスプリットを完全捉えた、完全捉えた、抑えはしたけど、そうで、こいつは大物になると思って、うん、まあ、プロ入りました、うん、もう引退されてます、引退しちゃってるな、マジで俺この人活躍できるなと思って、プロで厳しい世界あんな、俺じゃそれはえぐいなと思った人が、うん、プロも3、4年ぐらいで引退した、うん、これは、うん、森山選手、僕の中では衝撃的でしたね。何がでかいかやっぱ決め球をねジャストされてるっていうのはピッチャーにとってはだいぶショックが大きいよね。実力がもう完全に足りてないっていう、そうなんだよね、もう無理じゃん、それ以上投げれないんだから、本当にそれを2打席連続食らったっていうのやっぱ僕の衝撃的な選手だったんで、森山選手今それなんかサラリーマンやってるみたいなんですけど、あ、そうなんだ、はい、じゃあ僕の3位いきます。3位、はい、羽生裕太君、羽生裕太君、あの知らないの、四つ階堂ブルースターズの知らねえよ誰だよ、これ同じ少年野球チーム、僕の少年野球チームの四つ階堂ブルースターズにいた、うん、この羽生裕太誰が知ってんだ
で、この人すごいのが、カーボンバットってわかる？めちゃくちゃわかる。新しく出てきたんだよな。カーボン。ビヨンドとかがない頃。多分日本で一番最初に使った人です。なんでこれは、もうびっくりしたの、小学校の時。このカボユータ君が、こういうバット持ってきて、音が違う。コンコンコンみたいな。カンカンってコンコンコンみたいな。なるほどね。バッティングも良くて。で、すごいのが、中学校も、俺四つ会の中学校で、四つ会の西中、うん、行って、千葉県大会にベスト4行くんですよ。これすごくないですか？いや、すごい。すごい、千葉県の、ね、全中よ。もう、全部の中学校、何千ってある中学校の中のベスト4入ってますから。しかも、今、ソニーで芸人やってるんですよ。え？アンダーファイブ。3回戦僕は出会うんですよ、これ。この方に。行ってた人が。そう。少年野球。一緒だって。ハブユータ。じゃあ、サンじゃん。そう。くん、いや、でも、少年野球の時は、年上くん付けなんですよ。ちょっとね、ちょっとジャニーズっぽい感じ、ね。そうそう。スカイドブルーさん。いいよ、所属書かなくて。なんてコミやん、一緒だっけ。パンダパークですよ。パンダパークさん、スカイだってそんな近いところで芸人出てんだよ。羽生裕太君の代のちょっとね名前は伏せるけど、まあ、半沢君っていう人が結婚して、うん、子供娘がいる、うん、俺の四街道中学校の先輩が岡野先輩って言うんだけど、うん、教員免許を取って、うん、今俺の母校に小学校の先生になってる、うん、四街道小学校、いや蕨小学校なんだけど、蕨小学校で半沢君の娘が今ここに通ってて、俺の先輩が先輩の娘を今教えてるっていう状況なんですよ。クソどうでもいいっす。地元ですごいことを起きてる、これ。いや、あるから、多分。地元だとそんなに。いや、あるから、先輩の、ね、就職して、そこに俺の先輩の娘が通ってるっていう。いや、これ、聞いたことないよ。これぐらいのことね、田舎はあるから、普通に。静岡とかでも、全然あるから、ある。あるから、こんなの。こんな近いところで何かの娘さんと誰かが今っつって、ハブコすごいなんて、ハブコ関係ないじゃんっていうことを言うっていう、いやこれベスト3、3位です。聞いてる俺の相関図早く。いやね、じゃあ正義の第2位いかせていただきたいと思います。はい、第2位は楽天の松井裕樹投手がすごかったですね。まあ、ここもうバッターじゃなくてピッチャー、うん、そうピッチャーで、僕まあ打席にも立ったんですけど、うん、東邦学園と静岡高校が松井裕樹君2年生の時で、僕3年生で、夏の大会前の時期に神奈川東邦学園オープン戦に行きました、練習試合に、うん、松井君はやっぱその夏大前だからバッキバキにしやがった。夏大前のピッチャーしやがった、しやがったでしょ、うん、でこの時の松井君って2年生の夏にさ、うん、何やったの、あれでしょ、甲子園で、最多奪三振取って、ね、その年の松井君の夏前です。僕知らなかったです、松井裕樹投手のこと。えあ、そう、まあ、静岡だったのもあって、神奈川はもう入学した時から。あ、そうなの、うん、やっぱ有名だった。入学した時からもすごかった、まあ、東高の松井、まあ、松井がすごいって、はあ、試合前にトイレで横になったんですよ、うん、俺よりちっちゃいの。ああ、そうね、475、6だったけど、うん、俺よりちっちゃい、73とかだったんで、うん、まあ、それまあ、で、隣になって、うん、でいざ投げてみたら、こう俺打席立ってさ、これすごかった、本当にマジでスライダーが本当に生きてたんだけど、蛇のように曲がってくるの。あー上夏ね、そうみたいなね。でもマジでよく言うんだけど、うん、左バッター助け立ってて、スライダー投げた瞬間に曲がりすぎて、一回1ピランナーコーチャーがこう、もうのけぞったの。ほんと、マジ危ない。一塁コーチャーものけぞるぐらい。それがブーメランスネーク。いや、もうマジで。マジブーメランスネークぐらい。ブーメランスネーク。松井君のスライダーはマジブーメランスネークぐらい曲がってよく言わない。後ろを打ったけどじゃないですか。ランナーこうしてワーッとなって、でそっから俺のとこに来て、でももう後ろからボール来てるから、うわーって。いや、それでも後ろからボール来るのめちゃくちゃ分かる。うわーってなって止まんなかったよ。しかも左対左でしょ、超怖い、超怖い。で、なんかこう、なんかこうやってくるじゃん。そう、こうやってそう、こうやってこんな感じくるからさ、はーって。リリースするんですよ。ちょうどスライダーが曲がっていく、なんかこういう切り方するんだよ。ビヨンってなってて、あ、これもスライダーは無理だ。だってまず見えてないんだから、スライダー。まあ無理で、まっすぐだ、まっすぐだっつって。無理無理。で、またスライダー来て、うわーってやって、2球スライダーが困って、やばいやばいやばい、怖い怖い怖い。で、3球目、うん、高めまっすぐ来たの、うん。高めまっすぐ来たのって思いっきり、ブーンって振りたら、ヒュンって曲がって、スライダー縦スラなんだよ。はっで、俺2打席立ったんだけど、うん、1球もバットとなった。いや、仕上がってるね。そして初めてで、野球やってて、バットに1球も当たんないって、うん、その前に、そう、俺結構バッティングいいって思われてたの、うん、
県内のピッチャー、まあそこそこ打てるから、打順下げられた。あ、そう。そう、だから松井君の負けでバッティングの評価下がって、で、試合も 6-0 で負けて、うん、初回に俺6点ぐらい取られて、で、なんか監督の目には、お前、エースのくせにビビってんだろみたいな。東光学園で名門相手に。なるほどね。で、今日の試合終わった時に、今日の試合で分かったことは、渡辺はもうエースじゃない。あら、夏大前に。夏大前に。で、その嫌な気持ちのまま神奈川さんに返す。最悪。最悪の神奈川。しかも巻き返し効かんやん、夏大前は。もう効かない。クビです、クビですよ。そこから巻き返しはできたんですか？巻き返しはできて、なんとか。なんとかできたんですか？一応、僕、春、県内で優勝してるんですよ、静岡高校。あ、そうなんだ。エースで。まあ、なんとか実力はあるのを知ってるから、なるほど、まあ、一応葉っぱをかけてくれたら厳しくするみたいな。で、お前はエースよく言うよね、でも松井裕樹と対戦した人は多分スライダー一番良かった松井裕樹っていう人はもう野球界でかなりある。おい、まあ、見た、本当に打席立った人しか分かんないけど本当にすごいから。ちっちゃい。で、松井君がさ、出たじゃん、投手投稿出たんすか。厚生学院と準決ぐらい当たってて、厚生学院のさ、田村と北条、松井が打たれたから普通に甲子園で打つんだよね、松井のスライダーは。すごいわと思って。そうだ、俺左バッター打ってたから普通に。いや、そうなんですよ。甲子園で優勝するようなチームとかウェイクチームはこういうピッチャー打つんだなって。俺今思い出してちょっと嫌な気持ちになったちゃんと渡辺もエースエピソードトークで第2位。じゃあ、かなり第2位。はい、第2位中田翔吾。なんかちょっとちらっと分かるけど中田選手誰でしょ。これはですね、よすかいのプロレスとか。これ何て言いかけにしてるよ、お前。いや、ただ聞いてください、またやってんのかじゃないですよ。そう、まあね、彼はなんで名前をちゃんと出せるかっていうと明治大学なんですよ。そうなんですよ。ただもうね、明治大学では晩年でした、正直。いや、そうなんだよ、正直。俺、レッドガリールシング中田君しか知らないもん。スピードがある。明治大学では正直まあ、試合は出てなかったんですけど、彼の経歴ですよ。四街道ブルースターズ、四街道二州、羽生裕太君の後輩。その後に成田高校、名門ですね。成田高校は甲子園も行ってるかな、確か。1校上かなんかで行ってます。で、名門明治大学入るっていう激エグ。でも激エグ選手だ。激エグ選手でした、小学校の時。正直、確かに俺も激エグピッチャーだった。あの、四街道市内大会の決勝で完全試合するみたいなピッチャーだった。マジですごい。ガチエグピッチャーにスコーチされてました、僕。永田翔吾君勝てなかった。あ、もう完全にするような金谷が、打たれるの。打たれてました。で、これすごいし、しかもこの人一番すごいよ、僕ね、大学時代彼女いたんですよ、彼女、永田翔吾、高校時代の彼女なんですよ、これ。成田高校なの、この子で付き合ってたんですよ。永田翔吾が高校時代付き合ってた子と、僕大学時代彼女付き合ってたんですよ。どうでもいいっす、マジで。これすごくない？前に出てくるその相関図、ここ一緒だったんだね。四街道ブルースターズで同じ彼女付き合う。なんか野球以外のところでエグかった選手じゃない？エグいんじゃない？違って、野球の対戦じゃないんですよ、彼女の取り合いみたいなところの対戦。取り合って、取り合ってはない、取り合ってないんですよ。別れてからまた大学で仲良くなるみたいな。あんまり野球のソース分かってないけど、完全試合した時に打たれたっていうぐらいしかないから。まあ、言ったことは高橋由伸。あ、そんな仕上げを言う感じだった。成田高校行ってんだ、それだったんだけど。でも成田高校からね。あ、俺は推薦決定慶応ですからね。ね。かっこいい話して。かっこいい話して。俺だけガチじゃん。俺ばっかさ。いやいや、俺もガチや。まあ、考えてきたってな。エグかった。エッドのトーク考えてきてる。エグかった選手でしょ、これ。エグいってこの。ね。地元でなんかすごいこと起きてるし、でも俺のも、ね、彼女は高校生付き合ってエグかってなる。知らんて、これ侍になったら左何本あるかな。二人とも一応ネットに出てる人、まあ、ちゃんとホームページ載ってます、あるで、これもって言っちゃった、ソニーの、ね、所属の芸人さんです。何年目だ。結構ね、年次いってますね、 5年目とか。あ、ちゃんと先輩ですか。そんな感じ。はい、じゃあ僕の流行る第1位を発表したいと思います、はい、第1位は中日ドラゴンズ柳裕也投手ですね、まあ、彼もね、明治大学でやってますけど、もともとね、横浜高校なんですよ。そうだね。僕あの横浜高校時代の柳君と対戦しまして、でもそれもまた神奈川遠征ですよその試合僕9回投げて12個ぐらい三振取っ
科目。おすごい。そう、2か3にぐらい負けたんだけど、うん、だいぶいい試合して、僕バッティングいいって言われてたんで打順6番ぐらい打ってたんですよ、うん、で上げて対戦しました、うん、で右ピッチャーが、うん、松井君ほどのそのさスライダーエグいみたいなないじゃん。いやね、まあそうだね、ストレート速くコントロール良くて変化球が違いました。あの変化球全部クソ曲がりますでコントロールピシャピシャのまっすぐ超速いです。そうなんだよね。そう派手さはないんだけど、マジで一番いい人だ。クソ完成度高いんですよ、柳投手って。初めて対戦した時に僕4打席だったんですよ、うん、4三振したんですよ。おいマジしまくってるやん、プロ中から。何がすごいかって言われたら、もうまずコントロール変化球、どの球種でも変化球でストライク取れる、うん、ストレートともう一個の変化球でストライク取れたら、うん、まあいいピッチャーというか、ちゃんといいピッチャーだなみたいな基準があって。そうなんだよね、いいピッチャーなら1個の条件は変化球でストライク取れるか取れないから、そうっていうのがあって、うん、この春は全球種でストライク取れるんですよ。3つぐらい取れる、3つぐらいで、全部が一級品の変化球。そう、まあ、このストレートと、まあ、もう一個ぐらいは変化球でストライク取れる球種あるんですけど、うん、こんなに完成度とか投げれない。なんだろうな、凄まじすぎて、なんかまた嫌な気持ちになってきたんですけど。俺変えんなよ、1位なのに。いや、そう、でも柳はさ、あの呼び捨てしちゃうけど、柳ってマジで多分ピッチング楽しそうだよ。そうだよ、なんかプロスピやってるんだよ。そう、プロスピをそうガチでずっとナイスピッチナイスピッチナイスピッチ、カーソルで野球してる人って感じ。だから、僕は大学時代も明治だったんで、柳君と対戦してるんですよ、なんか。でも僕らは打席立ってるわけじゃないんですけど、ずっと押されてたよ。グレードが上がってましたね、大学なんて。打ったらはするんですよ、やっぱ 何人か一人はヒット打つんですけど、崩れないします。大崩れしないし、うん、変化球でカウント取れて、うん、ゴロ打たせる変化球でもあるから、すぐゲッツを取るしみたいな。そうだ。なんか、あ、こういう人はプロ行くんだなと思ったのは、はい、やめてほしい。で、また僕は打順6番から8番に落ちました。僕、神奈川遠征と打順が落ちるときね、あの、静岡高校時代。いい思い出が一つもない。一つもない、神奈川遠征。あらま。でも渡辺監督褒めてくれてる。12個三振取ったから。あ、なるほどね。直近で練習試合しながら一番三振取ったら僕だったらしいです。あ、そうなんだよ、えぐい。それで褒めてもらえる。横高だもんね、横浜高校だよ。横高でやったらそうでしょ。僕の1位いきましょう。ちなみにえぐい、マジでえぐい。第1位、ぶつかけ吉勝。いや、これどこの選手ですか。これはですね、慶応大学同期なんだよ。同期です。めっちゃすごい、確かにすごいんだけどさ、身内じゃん、ずっと。お前さ、慶応大学かつマジバチ TV です。いや、マジバチ TV です。マジバチ TV、 最近あんま更新止まってるマジバチ TV じゃいいんだよ。マジバチ TV 用の運営の代表。もっとあるから、もっとトヨタとかあるでしょ。トヨタで回ってて、トヨタで回ってて、で侍社会人ジャパンのね、うん、4番も打ってましたから。そうなんですよ。お前が言うんだよ、その話を。マジバチ TV の話じゃない。いや、本当にエグいバッターなんだ。何がエグいって、普通にこの2人が打ってます、靴だけは。まあ、本当ですよ。日の目を浴びる人ってさ、まあ、一定数いて、それがすごいってされるけど、結構まあガチでやってるとさ、こいつが日の目見てもおかしくなかったなって人もいる。うん、いるね、確かに。いるじゃん。の筆頭じゃない、靴だけは。めっちゃそう。絶対取れる人もいるじゃん。絶対取れる人もいるじゃん。何が一番エグいかって、うん、高校時代ですね。慶応高校って、うん、あの坊主じゃん。ないんですよ、高校野球は。まあ、今ね、当たり前になってきたけど、そうそう、ずっと違うの、まあ、今ですらだいぶ坊主多いじゃん。まあね、そう、でももう走るだよね。もう走る、もうずっと2010年、11年ぐらいからもう坊主、11年とかもっと前から伝統的にも坊主がないっていう、で、くつかけがその噂を坊主しなくて入学、ね、うん、したと思います、うん、ね、入学初日、髪の毛を真っ赤にしてきました、くつかけは。シャンクスシャンクスじゃん、ずっと、うん、シャンクスって呼ばれてましたずっと3年間シャンクスと。てか大学行ってもシャンクスってちょっと呼ばれてたよ確かに次の日坊主になってきてしますけど。そうだね、やっぱそりゃそうだ。いくら慶応といえど赤髪はダメだった。赤髪まで行くと逆に振り戻って坊主させられるっていう。エゴかった話ですよ。対戦してたよ、今の話だったら。いや、対戦してました、紅白戦とかで。紅白戦とかで、そこの話が薄いんだよ。すごい良かったですよ。ここは分かるよ、ビッグネーム伝わる。そうそうそう、本当に本当にすごいですから。え、ここもまあ一応明治大学入ってますから。まあ、いや、すごいけど、こっちも明治大学のいるのよ、その、こことここが同期やからね、明治。バカみたいじゃん、俺ありがたいです、これ。結局言いたいのは、神奈川の高校野球ってすごいレベルだね。高いね。だって、神奈川の慶応で神奈川でしょ。この二人知らないし。千葉です、ね、千葉。まあ、これは正義なんだけど、この二人神奈川だから、うん、で、ね、同い
まあ、ほぼ同時期に現れたんですかね。そうよね。いろんな角度からの良かった選手が、ね、聞けたということで。噛みたいじゃん、俺。もう面白で言ったじゃん。いや、面白いやん。面白で言ってるか。面白で言ってるだろ、これ完全に。言ってるか。この人のすごいとこ、もう一個ありました。本出してます。本出してるよ。マンブル思考。ね、URL 貼っときますよ。ね、いい本でも読んでるから。読んでるから、お前。こいつの本気度合い。お前、やってるか、そうやって漫才も。本気で向き合ってるか。学べ。な、皆さんもぜひ、まあ、マンブル思考、買って。なんだよ。見てください。ということで、今日はね。対戦しながら良かった選手ベスト3でございました。シーでこの人どうもありがとうございました。